のレース、そうそう、あ、次のレースあります。はい、じゃあ次行きましょう。さあ続いてシルクロードステークスのその上がこちらになります。ご覧ください。はい、前走5着以内の牝馬、0% ルメール騎手と関東馬、1番人気より2番人気と3番人気です。はい、詳しく教えてください。はい、まず前走5着以内の牝馬ですけども、ここ5年のシルクロードステークスをチェックしてみますと、3勝2着3回ワンツー決着も2回あります。その6頭の前走をチェックすると、全ての馬が5着以内に好走した馬でした。はい、なので前走5着以内の牝馬は買いです。該当するのはジューンオレンジとバースフライということですかね。はい、続いて 0% ルメール騎手と関東馬です。今回12年ぶりにシルクロードステークスで騎乗するルメール騎手ですけども、これまでの騎乗は3回です。はい、着順は9着、9着、16着と馬券圏内に一度も来ていません。さらに関東馬もここ10年で未勝利なので、最多勝利騎手のルメール騎手をもってしても今回のレースは、まあデータ上にはなりますけど、まあ、苦戦するのではないかと思います。あ、これだからエターナルタイムですね。まあ、初優勝だし、まあ、乗り越えなきゃいけない壁がいっぱいありますよね。そうですね、うん、そういう感じです。まあ、壁は大きい方がいいみたいなもん、ね、お願いします。はい、そして1番人気より2番人気と3番人気ですけども、はいはい、シルクロードステークスは1番人気の信頼度がいまいちでして、うん、過去10年で1勝2着1回3着1回なんです。それに比べると2番人気の信頼度が高く、5勝3着1回で勝率は 50%です。はい、同様に3番人気も2勝2着2回3着1回で全体率は 40%、 馬券圏内率は 50% なのです、うん、2番人気と3番人気を馬券の中心にすると穴馬券が取れるかもしれません。はい、現時点で2番人気はルガール、ま、逆転しました、ね、逆転した、あ、アグリー、そして3番人気はエターナルタイムですね。うん、ただ上位3とちょっと割れてますので、ちょっと変わるかもしれません。ね、これは明日にならないとわからないってことですね。はい、はい、そうです。はい、ということで、信じるか信じないかはあなた次第です。細かいことには、あ、こま、あ、もう言ってくるから。もう一回言います。はい、大丈夫です。細かいことは気にせずに明日を迎えてください。さあ、ということで、はい、そ